今回も始まりました、SARS 大臣の閣僚級会談、はい。今回は、Google スプレッドシートと Google フォームだけで、無料の営業支援システム、過去 SFA を構築できるという内容になっております。はい、まず、当チャンネルの紹介です。当チャンネルは、古今東西の SARS に精通した SARS 大臣の2名が、あらゆる仕事や生活の効率化を目的に、毎週 SARS を紹介していくチャンネルです。はい、私は、MA や BI が得意なメッコです。はい、僕はプロジェクトマネジメントあるいはスクラムマスターをやっている、ジローと申します。はい。はい。今回紹介する営業支援システム括弧 SFA とは、まあ、特に有名なのは、セールスフォース、セールスフォース .com、うん、あとは、Zoho とか、オラクルとかがやっているものですね。うん、まあ、営業の活動分析をしたり、顧客の管理をしたり、案件の管理をしたり、ということが、まあ、総合的にできるシステムになってはいるんですが、まあ、非常にちょっと高い、高価なシステムですし、まあ、導入も割と、まあ、大規模にやらなきゃいけない。というのが、まあ、ちょっと問題視されていたりします。これは、マーテックっていうサイトがまとめている、まあ、マーケティングテクノロジーランドスケープというものなんですけれども、まあ、この見ての通り、もう本当に数えきれないほどの、製品がありますと。で、まあ、こういう状況でどうするか、まあ、いろんなものを試してみるとかもありだと思うんですけれども、まあ、SFA の重要な点っていうのは、まあ、割と、まあ、共通してるんですよね。なので、その一番重要なエッセンスの部分っていうのを抽出した感じで、Google スプレッドシートと Google フォームだけで、一旦ミニマムに試すっていうのがいいんじゃないかっていうのが、SARS 大臣からの提案となっております。はい。SFA にありがちな課題感。価格が高い。必要以上に複雑。導入の効果がわからない。これを無料で使える Google 系ツールだけで、一旦ミニマムに運用してみよう。っていう回を今回やってみたいと思います。はい。今回、説明用のフォルダを作りましたので、この上で作っていきたいと思います。まず左上の新規ボタンから、その他で Google フォームの方を選択して作成してみてください。Google フォームのエディター画面に入りました。タイトルは、例えば SFA インプットフォームとしてみましょう。そして、一番最初に設定の方から URL 値の収集するをチェックしたいと思います。これをやることで、回答した人のメールアドレスに対して、その回答を編集できる URL が送られるようになりますので、案件のアップデートをやりやすくなります。これは、あれですかね、営業の方が、こう、案件がアップデートされるたびに入力をするフォームっていうイメージですかね。はい、その通りになっております。はい。はい。これ回答のコピーを送信も入れた方がいいんですっけ？そうですね。じゃあ入れておきましょう。はい。常に表示。はい。これは、あれですよね、1案件1、まあ、回答という感じになるんですよね。そうですね。まあ、その場合、まあ、案件の更新が、この、回答の編集に当たるということなので、そこへのリンクを、まあ、取得するためにコピー送信は、まあ、常に表示が良いかと思います。はい。なるほど。理解しました。はい。そうですね。はい。そしたら次に営業担当者の項目を作ってみます。無題の質問となっているところを、まあ、営業担当者とした上で、まあ、まあ、仮の会社として、例えば田中太郎さん、あとは佐藤花子さん、あと、マイケルさん。ダイバーシティがあるんでね。で、あとはスティーブさん。ジョージさん。っていう形にしてみます。はい。次に、同じくラジオボタンで、営業先企業。営業先企業。これが、例えば、アップル社、グレープ社、ああ、なるほど。あ、アップルって言って、ガファが並ぶのかと思ったんですけど、そうではないです。そうではないです。はい。ペンジ社、バナナ社、グローバ社、ココナッツ社。結構趣味が現れた。そうですね。ジローさんがココナッツすごい好きなんで。そうですね。そして次に案件名。はいはい。これちょっと記述付きにしておきましょう。で、案件名と。まあ、大体、例えば、なんか、ネジの100個発注とか、なんか、なんでしょうね。エアコンの発注とか、そんな形で、どういう商品の、まあ、案件なのかっていうのを入れることになると思います。次が、商談ステージですね。
これ本当にSF レターどれもあるような形の項目になっておりまして、よくあるのが、まあ、コンタクト、リード、案件化、提案、見積もり、クロージング、受注、契約、フォローアップ、という形ですね。まあ、それで説明すると、コンタクトは、まずこちらからコンタクトしたのみというような状態。でリードというのは、一応連絡が取れた、相手の連絡先を確保できた状態。案件化は、商談が始まった状態。提案見積もりは、商談の内容を詰めている状態。クロージングは、そこを詰め終わって、最終的な確定をさせようとしている状態。受注契約は確定が終わって、もう実際に発注書を出したりとかしている状態。そしてフォローアップは発注後に、まあ、何か困ってることありませんかみたいな形でフォローをしている状態となっております。なるほど。そして次は、受注見込み作ってみましょう。受注見込み。受注見込みは、まあ、その案件、その商談がどれくらいの角度で制約できそうかというようなものを入力するものとなっております。まあ、よくある、これなんかリクルート式らしいんですけれども、まあ、A 読み、B 読み、C 読み、D 読みと。まあ、A 読みが最もその受注角度が高め、で、D 読みが最も低めですね。そして次が、受注予定日。まあ、受注予定日なんかわからないっていう発想もあるとは思うんですけれども、まあ、営業管理の観点から立つと、いつそれがクロージングできそうかっていうのは重要な情報なので、入力することをお勧めいたします。次、受注見込み額ですね。まあ、これも本当に話し合う過程でっていうのはあるんですけれども、まあ、とはいえ一定のその予想でもいいから入れておくと、管理がしやすくなると思います。はい、ここまで入力して、ちょっと全部の項目、必須化しましょう。ここの右下の、トグルをチェックすると入力必須にできるので、まあ、それぞれ全部やっていきましょう。まあ、あるいはね、特定の、例えば受注予定日とかは、まあ、言えなくてもいいよっていう発想であれば、そこの必須項目を外すことで調整することも可能になっております。なるほどですね。これで一旦フォームは完成です。はい。はい。そしたら今度回答タブに移りましょう。回答タブに移って何をするかというと、ここにある緑色のスプレッドシート作成というボタンをクリックします。ここで新しいスプレッドシートを作成。まあ、例えばこの名前は SFA、アウトプットとかそう。まあ、そうですね。SFA データですか、ね。にして作成をします。はい。すると、このようなスプレッドシートが自動で作成されました。こちらのスプレッドシートに Google フォームから回答された情報が常に溜まっていくというような形になりました。また、フォームの方に戻っていただいて、まあ、フォームの名前も SFA インプットフォームというような形にしておきましょう。はい。では、この状態で実際に、あとはそうですね、ここの、回答の、右上のトグルから、新しい回答についてのメール通知を受け取るっていうふうにしておくと、案件の、新規作成あるいは更新があった時に、まあ、管理者宛に、このチェックを打った人宛にメールが随時届くようになるので、まあ、管理しやすくなるかとは思います。はい。では、実際に回答してみましょう。このフォームを、営業の方に入力してもらうためには、こちらの送信のボタンをクリックして、この、まあ、鍵マークを押して、これで取得できるリンクですね。この URL を渡してあげてください。これを開きますと、このような形で、先ほど作ったフォームの入力専用の画面が表示されます。こちらに実際に入力していきましょう。まあ、メールアドレスは僕のメールアドレスですね。営業担当者。まあ、仮に田中太郎さんとしておきましょう。そして、営業先は、まあ、オレンジ社ですかね。まあ、案件名としては、そうですね。まあ、オレンジ。100個の運輸。商談ステージ。そうですね。今回、もうあらかじめオレンジ社の担当者と繋がっていて、
話が進んでるという意味で案件化としておきましょう。受注見込みはオレンジ社は仲がいいので、読みです。受注予定日は、まあ、オレンジはかなり、フォローとか早いんで、19日。受注見込み額は、まあ、100万円。オレンジ1個1万円ですけど。そうですね。まあ、よくあるオレンジですね。これで送信していこうと思います。はい。はい。これで回答が記録されました。この状態で先ほどの、スプレッドシートに戻ってみましょう。するとご覧ください。先ほど入力した情報が全部シートに溜まっていることが確認できると思います。また Google フォームの方に戻っていただいて、この回答タブを見ますと、先ほどの回答を含めてもうグラフで分かりやすく表することもできます。このように全体を合算してグラフで見ることもできますし、ここで個別の方を押しますと、まあ、一つの一つの新規作成及び編集の情報を見ることもできます。素晴らしいですね。素晴らしいです。はい。そうしましたら、もう少し管理を分かりやすく表示するという意味を含めて、シートの方にフィルターを追加してみたいと思います。こちらは、Excel に使い慣れている人でしたら、スライサーなどの名前で知られている機能、があると思うんですけれども、Google スプレッドシートでも同じようなことは実現することができます。はい。そうしましたら、この A から I ですね、をこのような形でシフトを押しながら複数選択してみましょう。次に、こちらの、まあ、ロートのマークを押してみましょう。すると、まあ、このような形で、フィルターというものが作られたことがわかると思います。まあ、ただ、この状態ですと、案件が一つしかなくて、分かりにくいので、もう一つ案件の方を作ってみましょう。そしたら、フォームの方に戻って、別の回答を送信。まあ、もう一回僕、まあ、言い方なんつったら、まあ、佐藤花子さん、バナナ社、バナナ、佐藤に、商談ステージが、まあ、例えば、クロージング。まあ、クローディングから始まるのはちょっとおかしいんですけどね。まあ、B 読みでしたと。で、受注予定日が、まあ、30日と。まあ、見込み額が、まあ、100万円。していきましょう。送信。すると、こちらの方にバナナ社の案件も表示されました。連携の速さっていうのもすごい良いですね。それがすごく魅力のポイントですね。即時で反映されると。この状態で、例えば、バナナ社についての営業の進捗のみが見たいというふうになったら、ここのマークをクリックして、ここで、他を消して、バナナ社のみにして OK を押す。と、まあ、バナナ社で今何が起きているかのみを表することができます。はい。で、ここで、例えば、まあ、すべて選択にして OK すると、さっきの状態に戻すこともできます。オレンジ社がまた表示されましたね。はい。あとはですね、案件を新規登録するというのをやりましたけれども、案件というのはどんどんフェーズが更新されていくわけですね。というか、更新されることをウォッチしてフォローアップすること自体が SFA の価値なので、更新ができなければ、まあ、正直、まあ、あんまり意味がないとも言えると思います。既存の入力した項目を編集する方法を見てみたいと思います。はい。そうしましたら、自分のメールボックスを一旦確認してみてください。確認しますと、先ほど自分が回答した情報が流れてきているかと思います。例えば、ここでは、オレンジ100個納入の件が流れてきていることがわかると思います。はい。ただし、この状態のままでは、まだ回答後の編集というのが有効化されていません。そのため、右上の歯車マークから、送信後に編集をチェックしてください。これをチェックして保存して、もう一回回答してみましょう。まあ、田中さん。まあ、グレープ社。グレープエコノミー。リード、A 読み、中角度が、重要定日が19日で、見込み額が、まあ、100円、はい。送信します。
すると、先ほど出てこなかった回答編集というリンクが出てくることがわかると思います。このリンクは、この回答完了画面でも確認できますし、自分のメールボックスを改めて、確認してみると、来ましたね。こちらのような形で、回答編集ボタンが有効化された状態で、メールの通知が来たことがわかると思います。そしたら、これをクリックしてみましょう。すると、先ほどの案件を更新できる画面に入ることができました。ここで、例えば先ほど新規作成された、この田中さんのグループ社の案件を、リードからもう1ステップ進めることにしてみましょう。リードが案件化したとします。そして、受注予定日がもうちょっと先になるということが分かったとします。26日。そして、受注見込み額、当初が100円だったのが1000円になった。この田中さんの営業努力で1000円になったとします。これで送信してみましょう。すると、シートの方で、田中さんのグレープ社の案件が、案件化に商談ステージが変更された上で、受注見込み額が100円から1000円になっていることが分かると思います。なるほど。また、変更された情報については、まあ、このような形で、返信システムがこの値を更新しましたというメモが表示されますので、どの商談がどのように情報が更新されたかを管理者はチェックすることができます。じゃあ、マネージャーはこの印を、まあ、目印に定期的にチェックをすればよいということですね。そうですね。もちろん、ポジティブな変化であれば喜ぶべきですし、まあ、あるいは例えば A 読みだったものが B 読みになったとしたら、その理由は何なのか、これを再度 A 読みに戻すためにはどうしたらいいのか、というようなことを一緒に抱えていくといいと思います。なるほど。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、かなり今回作ったものは簡易的な SFA にはなるんですけれども、とはいえ基本的な機能を満たしていることがわかると思います。ここに様々な項目を追加していくのもいいですし、あるいは Google スプレッドシートで作られていることを利用してグラフを作るというようなことも可能になっております。まずはこのような形の簡易的な SFA システムで SFA という概念自体が自分の企業にフィットするかどうかを確かめた上で、もしフィットする、かつもっと機能が必要となったら、まあ、セールスフォースなりの大規模なシステムを導入するという順番を経るのが最もいいのではないでしょうか。今回いかがでしたでしょうか。SaaS 大臣の閣僚級会談、チャンネル登録の方をお願いできればと思います。はい、また、わからないこととかありましたら、YouTube のコメント欄に、書いていただければ、うん、僕の方からすぐに返答しますので、どしどしとコメントしていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。